アストラギウス銀河を真っ二つに分けたバララントとギルガメスの二つの星系が砲火を交えて100年、両陣営の疲弊は極みに達し、ようやく終戦の曙光が見え始めた大戦の末期、辺境の小惑星リドの漆黒の闇の中で物語は始まった。装甲騎兵ボトムズ、お楽しみに。ギルガメスとバララント、この二つの星系は原因も定かではない戦争を100年も続けていた。両陣営が疲弊の極みに達した大戦の末期、俺は内容も知らされぬ作戦に参加した。それは味方が味方の基地を襲うといった謎めいたものだった。俺の運命を狂わせたあの忌々しい戦争はその日終結した。だがそれは何の意味もない。あれを見た時から俺自身の果てのない戦いが始まっていたのだ。
が無防備のはずだ。捕らえた。奴ら細い路地に逃げ込みやがった。そこは AT じゃ通れっこねえな。残弾がないか。どうやらあれは軍の最高機密だったらしい。おかげで俺はメルキア軍に追われることになってしまった。俺はただ見ちまっただけなんだ。だがあれは一体何だったんだ。ついにやりやがったガキリコ。さすが俺の見込んだ男だけあるぜ。なんだ。欲望と暴力が支配する悪徳の町ウド。そこで俺は闇商人を営むゴートと出会った。俺をボトムズ乗りと察したゴートはバトリングの選手契約をしないかと持ちかけてきた。噂には聞いていた。俺と同じ戦場帰りのあぐれ者が裏の世界で賭けの対象となってコンバットを見せていると。そこでは
俺の馴染んだ光景が展開されていたが、決定的に欠けているものがあった。あそこに充満していた行き詰まるばかりの殺気、ギリギリしたあの張りがない。ここには慣れ合った穏やかさすら感じられる。そんな空気を感じた俺の所詮遊びだという言葉が発端となり、俺は選手たちとの間にトラブルを起こしてしまった。その結果、俺はボモーという選手と試合をすることになった。落ち着けよキリコ、冷静にやればボモはそんなに手強い相手じゃねえ。リアルバトルだと？わしはそんなマッチを組んじゃいねえ。へえ、こういうことは思い切ったことやってくれるぜ。キリコ、実戦だ。わしたちは跳ねられたぞ。負けた勝てだ。ここが儲け時だよ。へい、キリコにちぎるだ。へい、心様、キリコにたのにちぎるだ。残弾がないか。このさっき、こいつはまさかコニー少尉。キリコ、お前にかかればこれぐらいわけねえってか。おい、バトリングの相手はボモーではなく、小惑星リドでのあの不可解な作戦で舞台の指揮を取ったコニン少尉だった。なぜだ、なぜ俺を狙う、なぜ俺を殺そうとする。新人選手の勝利に沸き立つ会場、試合を見届けたファンタムレディはいずこともなく去っていくのだった。
ました。